きます、うん、で、はい、おもろい話しありましたね。なんかいろいろあちこち飛びまくりました。皆さんこんにちは、ギタリストの副島俊樹です。今回なんですけど、宮脇俊郎さんとのですね、ツーショットセッションというのを、ご覧になっていただきました。いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。宮脇俊郎さんといえばですね、ご存知、教則界のレジェンドということで、誰もがですね、もうね、教則本を一度はね、目にしたこと、手に取ったこと、家の本棚に置いたことがあるっていうような、素晴らしくね、有名で、そして、もう本当にね、お人柄もプレイも素晴らしい方なんですけど、今回はですね、宮脇さんの下北沢にあるギター教室にですね、まあ遊びに行って、僕は何をしてたかっていうとですね、宮脇さんの実はオンラインクラスのオンラインアドリブ塾っていうのをですね、僕が運営するライフベンドで、まあちょっとですね、提供させていただいているんですね。で、その、オンラインアドリブ塾の会員の皆さんに、まあ僕がちょっとゲスト出演みたいな、形でですね、会員限定のライブ配信、リアルタイムのライブ配信を行っておりました。でですね、その中で、まあ、宮脇さんとちょっといろいろ、まあ、結構雑談が多かったんですけど、なんかちょっとせっかくだからセッションしようよということで、Feel Like Making Love をですね、二人でやらせていただきました。本当にですね、宮脇さんと僕だとですね、もう本当に年齢もですね、もう全然違うんですけど、積み上げてきたものも全然違います。でも、すごくね、対等な目線で接してくれる、とっても素晴らしい先輩でですね、もう本当にですね、ギター面でも、まあ、同じくこうギター講師としての、まあ、人生においても、すごくですね、一歩先を、ね、常に、見せてくれる素晴らしい方だなと思ってます。で、結局ね、宣伝なのかよっていう、ね、話になってしまうんですけど、宣伝です。はい。ライフベンドミュージックスクールでですね、僕が運営している音楽教室なんですけど、宮脇俊郎さんのオンラインアドリブ塾っていうね、これは副島サロンの宮脇さん版みたいなやつですね、それをですね、もう1年以上、運営しております。現在もですね、約35名の方に在籍して、日々楽しくですね、宮脇さんの、まあ、限定のライブ配信レッスンだとか、よくね、オフ会も開催していただいていて、とってもですね、皆さん楽しそうに学んでいらっしゃいます。年齢層としては、まあ、30代から50代の男性がメインでですね、皆さん本当にですね、まあ、仕事も趣味も全力という方々が多くいらっしゃいます。で、オンラインアドリブ塾の特徴としては、やっぱりその宮脇さん率いる、もう圧倒的にですね、アットホームで、圧倒的なアットホームで、そしてですね、まあ、情報もしっかり、学ぶことができると。で、そしてですね、なんといっても同じ志を持った、ギターをですね、まあ、上達しようと、いくつになっても遅くないぜっていう感じで、上達しようと、頑張る方々とですね、つながることができるという、まあ、こういうコミュニティになってますので、そこが、まあ一番ね、なんだかんだ言って、こう大切なとこかなと思います。そういう出会いがあります。なので、もし僕の動画をですね、見ている方で、まあ、宮脇さんのファンだとか、宮脇さんの教則もすごく、お世話になったとかね、
そういう方でミヤークスのレッスン興味があるなとか、そういう方がいましたら、ぜひですね、全国どこでも関係なく受けられるので、この宮脇敏郎オンラインアドリブ塾っていうのね、クラスありますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。詳細は概要欄の方にリンクをね貼っておりますので、そこでまあどんなことやってるのかとかね、コンテンツの内容とか、まあ宮脇さんからのメッセージとかも読めますので、ぜひそこをですね一度見てみてください。それでは、今回はですね、素晴らしい方とセッションさせていただきましたという動画に、なりました。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。